はい皆さん、こんにちは。見通しズバリ3分テクニカル分析動画の時間です。この番組は私、チームハロンズ黒川が、主要通貨ペアのテクニカル分析を3分でわかりやすく解説する番組となっております。市場参加者の皆様のお取引のお役に立てればと思います。それでは始めていきます。今回はドル円です。まずは冷やしから。はい、こちら、ボリンジャーバンドストキャスティックス。トレンドの方向性示す赤い点線、21日、移動平均線、鋭角に上昇中。 でローソク会社といいますと、この2シグマラインをまバンドウォーク中ということで、かなり強い上昇を取れるのが現在進行中です。はい教えたけ、ストーキャスティクス、カーレス的な判断、基準であります80%ラインよりも超えて推移をしておりまして、なおかつ、ですねまあ、現在はデッドコロス売りシグナルが点灯しております。はい はい、サポート、レジスタンスですね、まずはサポートラインなんですけども、前日の安値レベル、ここですね、前日の安値レベル、いくらかと言いますと、118への36レベル、118への36レベルということでございます。で続きまして、ですねあのレジスタンスラインなんですけども、まあ、節目の120円ちょうどというところで、まあ、このレベルですね。はい、はい、続きまして、冷やしの一目銀行表。 はい、短期市の赤いラインの転換線、中長期市の青いラインの基準線ともに鋭角に上昇とで、直近の動きを示す紫色のライン、指向線ですね、こちらも鋭角に上昇しておりまして、こちらもかなり強い上昇トレンドが進行中ということでございます。はい、最後ですね、2時間足、短期トレード用の2時間足ですね、はい、トレンドの方向性を示す赤い点線、21本移動平均線。 上昇しておりますそんな中、ローソク足はと言いますと、ですね、まあ、はいこちらもですね現在は2シグマラインを上抜けトライ中ということでございまして、まあ、こちらも上昇トレンドが、まあ、継続中ということでございます。教えたケストキャスティックス、こちらもですね変わりすぎな判断基準であります、80%ラインよりも超えて推移をしてるんですけども、回、ま、避、あ、シグナルが点灯継続中ということでございます。 はいえーとですねまあ本日予想レンジ118円の36から120円ちょうどとテクニカル分析のまとめです引き足ボリンジャーバンド置も金公表は上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルが点灯中2時間勝ちですねボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナル あ買いシグナルが、まあ、点灯中ということでございまして、まあ、月曜日ですね、まあ、日本が春分の日でお休みということで、まあ、あの3連休前ということでございます。で,です、ね、まあ、あのポジション調整が、まあ、もしかしたらニューヨーク序盤にかけて起こりうる可能性もございますので,です、ね、まあ、ご注意をしていただきたいということでございます本日は以上となります。